現在、世界中で新型コロナウイルス感染症が広がっています。今後は感染症への対策を取りつつ、社会経済活動も行っていくような両立を図る社会を目指す必要があります。このようなニューノーマル時代では、テレワーク、オンライン診療など多様な分野での ICT の一層の利用が不可欠となります。 NICT の徳田秀幸理事長に、ニューノーマル時代に対応するための研究開発についてお話を伺います。 NICT 理事長の徳田です。我が国がニューノーマル時代に対応するためには、3密を回避した社会経済活動を目指し、アナログ対面型の生活様式からデジタルリモート型へシフトしていく必要があります。さらに非接触、遠隔、超臨場感を提供する高度な ICT インフラ、サイバーセキュリティの確保、働き方改革や制度改革を通じて社会のデジタルトランスフォーメーションを進めていく必要があります。例えば超臨場感を提供するBeyond 5G、 海外とのビジネス交渉にも使える AI 同時通訳、より安全なテレワークを実現するサイバーセキュリティなど、次世代 ICT の研究開発が不可欠です。それでは NICT におけるコロナ対策に向けた ICT の研究開発の取り組みについて、感染が拡大しているインコロナ期、感染が抑制されているウィズコロナ期、感染が克服された後のアフターコロナ期に分類して紹介します。まず感染が拡大しているインコロナ期について、医療や防災分野に貢献する2つの取り組みをご紹介します。広範囲のウイルスを瞬時に不活性化できる持ち運びが可能な新紫外 LED システムの研究開発を進めています。また大規模災害が起きたとき、災害の状況や避難所における感染症対策の情報の伝達・共有が必要になります。このため高度な AI を活用した防災 AI チャットボット速打の研究開発を民間企業などと共同で進めています。次に感染が抑制されているウィズコロナ期について2つの取り組みをご紹介します。昨今ウイルスの感染症対策によって海外出張が困難な状況です。こうした状況においても、ウェブ会議により言葉の壁を越えてビジネス交渉を可能とする AI による同時通訳技術の研究開発を進めています。また AI との対話でコロナ感染を含めた高齢者の健康状態をこまめにチェックし、より良い介護につなげるとともに、コミュニケーション不足や孤立も防止することを可能とする研究開発を進めています。3つ目に、ワクチンや適切な治療薬によって感染が克服されているアフターコロナ期について2つの取り組みを紹介します。高速大容量、超高信頼、低遅延、超多数接続を超える次世代 ICT インフラとして、海洋から宇宙まであらゆる空間で利用可能な Beyond 5G の研究開発を進めています。また将来、言葉を介さず考えるだけでロボットを操作したり、相手に意思を伝達できる脳情報通信技術の研究開発を進めています。 NICT は ICT の基礎的基盤的な研究開発を推進し、産学官競争によるオープンイノベーションにより、ニューノーマル時代の社会経済の発展に貢献していきます。